お送りしていきますユンタンジャー出番ですよ、1時間お付き合いください、さあオープニング長かったんですけどもね、今日はですね9月19日の火曜日、旧暦では7月の29日ナトイビ。さあお送りしていきますユンタンジャー出番ですよ、まあね、昨日はい、敬老の日でということでお休みでございました。私の番組の方もお休みさせていただきましたが、そうですね、まあ明けまして、新しい週迎えますけれども、9月ももう後半に入りまして、そろそろまあ秋風が恋しくなるような感じがするわけなんですが、どうですか皆さん。私ね、日中はめちゃくちゃ暑く感じるわけなんですけども、やっぱり深夜ともなればですね、ちょっと寒くてですね、扇風機をかけてね、私は休む機会が多いんですけれども、この扇風機かかってるともうなんか寒いってね、縮こまった自分がいるなっていう感じなんですけどもね。さあたった今沖縄気象台11時発表の天気予報、皆様にお伝えしてみましょう。本日晴れマーク1本ということで、風は南の風のち南東の風に変わりますが、海上も波の高さが1メートルって穏やかな日が続きますね。台風18号が、まあ、日本列島を縦断するというね、本当に大変な事態が見舞ったわけなんですけれども、ここ沖縄ではねしばらく強風域が続いてたわけなんですが、気温の方はやっぱりこう
まだまだ夏ということもありましてね、高めでございます。本日も日中の最高気温は31度ということでございまして、昨日も、あのビアフェスト、それから、全島エーサーね、あれが終わるともう夏は終わりというふうなね、コメントがよく聞こえてくるわけなんですけども、まだまだ終わりそうもないような感じもしますよね。週間天気を見ますと、この後の1週間、最高気温は31から32度というのがまだまだ続くようでございまして、最低気温も26度というふうにね、記されている日が多いんですけども、お天気の晴れとか曇りとかっていう感じでね、なっております。さあ、秋風感じるのは、まあ、夕方朝方っていう感じがするわけなんですけどもね。しかし夜なんか本当に湿度も低くなったりしましてですね、今はもうビアガーデンとか、それから柑橘会、そういうには最高な日々じゃないですかね。ぜひともね、そういう機会ね、作っていただければ、まあ、なかなかまた秋の夜長楽しい時間を過ごせるんじゃないかなと思ったりもいたしますね。まあ週末いろいろとね行事もありました。私の方もね、まあこの慌ただしい3日間だったんですけども、まあ、昨日の敬老の日ね、新聞にも紹介されておりましたが、読谷村内においても県内の長寿ね、社の中で唯一一人の男性が、いらっしゃベスト10の中にいらっしゃったんで、それが読谷の方ね、すごいですよね。ただベスト10の中に男性が一人しかいないっていうのが、ちょっと男の立場からするともっと頑張らんといかんなって思ったりもするわけなんですけどもね。まあこれ高齢化社会と言われるこれから、進む世界に私たちも入っていくわけなんですが、いかに健康で長生きをするかっていうのがまた改めてテーマになりますね。いろんなところで敬老会というのが開催されたと思いますけれども、やっぱり敬老会の中に健康で参加できる方々っていうのはどうなんだろうなって、一体どれくらいの方が健康で、ご長寿になられてるのかなって思ったりもしますね。まあ、そういうことを考えると、今を生きる私たちの時代にやっぱり健康のことをしっかり考えてないといけないなと思いました。知人が昨日もね、若き年でお亡くなりになられたっていうことを聞いて、本当に他人事じゃないような感じがしてですね、家族の中でも健康大丈夫かみたいなね、体大丈夫かみたいなね、そういう話をする機会になったわけなんですけども、人の命ほど重いものはありませんので、そういうことを考えるとね、朝は我が身だと思いながらやっぱり健康を注意していっていかないといけないし、今ラジオを聞いてるあなたが、自分の家族に声をかけていただいてですね、健康であるべき、姿というのがどういうものなのかということをね、しっかりと、お互い話し合う機会があってもいいのかなと思ったりもしますよね。まあ、ただ毎日の生活の中でね、常にそれを考えるっていうのはなかなかないと思いますので、今日はまあそういうね、敬老の日を踏まえた時に、ね、そういうことをお考えになられてもいいかなと思ったりもいたしますね。まあ、私たち、家族の中にも102歳のおばあちゃんがいるわけなんですけどもね、本当にこう元気で、まあ杖をついてね、手を差し伸べないとなかなか、まあ、歩けなくなってきて、年取ってきたなって、まあ102歳のおばあさんに年取ってきたなって思ったりもするのもなんでしょうけれども、でも本当にね、いつもテレビと喧嘩をしながら孫ひ孫たちとね、言い合いながらっていう感じでありますけどね、いつも、決まった場所から、まあ、ビギンの歌ではありませんけどもね、同じ場所に毎日、座ってですね、我々家族をずっと見てるんですね。で、細かいところの変化をしっかりね、見抜いているわけなんですよね。よく見てるねって話しながらね、思ったりもいたしますけども、でもね、本当に元気で長生きしていただくっていうのは家族にとって本当に幸せなことであるなと改めて痛感しますね。ぜひね、ラジオ局の皆さん方の、ご自身が健康であるように、これから先40年50年のためにですね、そういう思いを持っていただければ、ご家族のために、自分自身からの健康をスタートしていただきたいなというふうに改めて思ったりもいたします。さあということで、今日はですねゲストがいらっしゃらないのでですね、私もルーチュンタンチャーお届けしていきたいなと思うわけなんですけども、実は今日ゲストにですね、ご紹介する皆さん方が来られる予定だったんですが、ご都合によって急遽できなくなりましてですね、それで
ちょっとこの後、紹介をしたいと思いますが、うずいしなさげという、タイトルでですね、イベントがございます。この紹介とですね、リスナープレゼントもございますのでね、この後 CM を挟みまして、ご紹介していきたいと思います。リスナープレゼントありますのでね、特に琉球舞踊がお好きな方は、あるいは、ご家族に、琉球舞踊が好きな方っていうね、いらっしゃればぜひね、リスナープレゼントも応募していただきたいと思います。詳しいのは CM 後にご紹介していきたいと思っております。バックで流れておりますのはこの琉球舞踊うずいしなさげの中でもお届けする予定となっております。タカディーラ漫才、今日はカデカル林翔さんのね、はい、歌遊びの中からご紹介していきましょう。 CM までお聞きください。タカディーラ漫才です、どうぞ。Oh, no.
お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ、今日はノンゲストでお届けしているわけなんですけれども、ね、イベントのご紹介ということでさせていただきたいと思います。さあ、私の手元にね、もうチラシの方も来ているわけなんですが、タモグスク流小説、みちこの会、前川みちこさんが、回収らしいですけれどもね、それからもう一組、タマグスク流小説会中川鈴子さんね、お二方の、二人の会というね、イベントでございましてですね、琉球舞踊うずいしなさきというねイベントがこの度開催されることとなりました。日時は9月の23日の土曜日、もう今週末になりますけれども、23日土曜日午後6時の開演でございます。場所は読谷村文化センター大鳥ホールで開催されますね。琉球舞踊うずいしなさき、玉城流小説会、小説みちこの会、そして、玉城流小説会中川鈴子さん2人の会ということでございましてね、開催されます。ぜひね足を運んでください。その、うずいしなさきの方のですね、方のじゃないうずいしなさきのイベントの、リスナープレゼントとしてご招待券を預かっております。ペアで3組の方にお渡ししたいと思いますので、ぜひ、ラジオ機の皆さん方でね、またおばね琉球舞踊デジスキヤッサーとかね、わたおかとかわたおととか連れてきたヤッサーという場合にね、敬老の日何もできなかったなという方いらっしゃると思いますけども、ぜひね、この機会にこのリスナープレゼントでね、親孝行おじいおばあ孝行してもらいたいなと思いますので、
ペアで3組の方、ご紹介したいと思います。あ、ご招待したいと思いますのでね、ぜひエフェンタの方に、ラジオか、それ、あ、ラジオじゃないや、電話か、メールの方でよろしくお願いしたいと思います。お電話の方は、098-958-7860、098-958-7860。メールの方は、fm786@fmyomitan.co.jp、 すべて小文字で、ローマ字でお願いしたいと思います。また、エフェントのホームページからもね、メールは送ることができますので、そちらの方からが簡単かなと思いますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。エフェントの方に取りに来ていただける方、限定となりますので、あらかじめご了承ください。うどいしなさけ、こちらの方ね、琉球舞踊のうどいしなさけ、こちらの方のチケットをペアで3組の方にプレゼントしたいと思いますので、ぜひともねよろしくお願いいたします。繰り返しお伝えしましょう。日時は9月の23日の土曜日午後6時の開演で、場所は読谷村文化センター大鳥ホールで行われます。玉城流小説道子の会、そして玉城流小説会の、前川道子さん、中川鈴子さん、お二方の二人会ということでございましてね、こちらの方は、公演が嘉手納町読谷村、それから伊是名村も公演に入っております。株式会社琉球新報社、株式会社沖縄タイムス社、それから、私どもエフェミタウンの方も入らせていただいております。加えて沖縄芸能連盟、それから伊是名共有芸能協会の方々もですね、公演に入っております。ね、なんかそうそうたるところに私たちエフェミタウンも入らせていただいて本当にありがたいことなんですけども、すごいですね、玉城流ってね、もういろんな、私もね、玉城流の先生方とお会いする機会も稀にあるわけなんですけども、やっぱりね、っていうかすごいですもんね。踊りもこう脈々と受け継いでいるというね、もうどれくらいの方がいらっしゃるか分からないんですけども、その中でしっかりとそういうね、家元を継いでいるというね、小説道子の会、玉城流小説会というね、2人の会、毎年ね多分これ開催されているはずですから、ぜひね、知ってる方も多いと思います。今年は9月の23日の土曜日ですよ。ぜひね、前もってチケットの方もお買い求めいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。さあ今回はですね、特別出演として読谷村ザキミボウ保存会の皆さん方もご出演いただけるようでございますのでね、ザキミボウね、楽しみですね。こちらの方も三女出演で伊是名松園太鼓、あ、だから伊是名村が公演に入ってるんだ。はい、伊是名松園太鼓さん、それから、玉城流小説ひろこの会、こちら会主、平田、ひろこさんの、会らしいですけども、そちらの方も三女出演ということでね、二組が入っていただけるということでございます。出演者は、お伝えした通り玉城流小説道子の会の皆さん、それから、歌三線は琉球古典音楽アウソ流、元教会かな、元慶会でしょうか、ごめんなさい間違ってたらすいません、元教会の皆さん方、それから同じく歌三線では琉球古典音楽野村流音楽協会の皆さん、総局では、琉球総局紅葉会でよろしいですかね、紅葉会の皆さん、笛では、琉球古典音楽アウスト流、こちらも元教会でよろしかったでしょうか、元慶会かな、の皆さん、琉球古典音楽協会野村流音楽協会あがりえつかさ研究所の皆さん、太鼓は、これは孔子流でいいですか、これごめんなさい僕初めて見るな、光に文と書きますけどね、孔子流太鼓保存会でよかったですかね、太鼓鳴り物として参加いただけるということでございます。はい、そして演目が先ほどね、前半でご紹介しました、高寺漫才、それから作田節ですかね、井の葉節ということでございまして、一部は、その3曲を踊っていただけるようでございます。そして2部は、花風品咲、伊賀風千鳥、これは第7回国立劇場創作大賞激励賞受賞作ということでございます。これは見物ですね。すごいですね。創作大賞激励賞、いただいているものということでございましてね。伊賀風千鳥。それから、若衆、あぎくづち、これは玉城流小説会家元玉城流
あ、玉城節子先生ですかね、玉城流節子作部ということでございましてね、これもすごいですね、和歌集揚げ崩しということでね、続いて金代天川、そして信濃情けっていう、それから、武の舞でフィナーレということでございましてね、2分もすごい、演目が、出ているわけなんですけれども、本当に、こういうね機会も本物をねぜひ見ていただきたいということでね、今回の琉球舞踊宇髄信濃情け、ぜひね皆さん足を運んでいただきたいというふうに思いますね。今回この読谷村の方で開催されますから、文化センター大鳥ホールで行われますのでね、気軽にね地域の皆さん方足を運んでいただきたいと思います。この琉球舞踊宇髄信濃情け、はい、今回は2人の会ということで、玉城流小説道子の会、前川道子会主、それから、玉城流小説会中川鈴子会主、2人の、会ということで、2人の会と銘打ちまして、琉球舞踊宇髄信濃情けということでね、9月23日土曜日に開催されます。リスナープレゼントご用意しておりますよ。冒頭申し上げましたけれどもね、ぜひとも、ペアで今回はなんと3組の方にね、もうありがとうございます。2人の会のお二方2人の会のお二方って言い方おかしいけど、はい、前川道子先生、それから中川鈴子先生、ありがとうございます。本当に一人でもね多くの方に本物の琉球舞踊っていうものをねやっぱりこう、体感していただきたいですよね。我が琉球のね、歴史をこう本当に垣間見る部分じゃないかなと思います。本当に今回の演目に関しても素晴らしいね、演目だということでございますので、ぜひともね足を運んでください。さあ、先ほどお伝えしましたリスナープレゼント、ペアで3組の方に、ご紹介したいと思います。イベントに取りに来ていただける方、優先にさせていただきますし、もし、3組以上入った場合には、当然、阿弥陀くじ、はい、私の方でさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、お問い合わせ、それから、リスナープレゼントのお申し込みは電話番号 098-958-7860098-958-7860、電話でも結構です。それから、メールでも結構ですね、fm786@fmyomitan.co.jp までお願いいたします。そちらの方でですね、リスナープレゼントをお受けしておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。本日の、夕方までですね、6時まで、このリスナープレゼントをお受けしておきますので、よろしくお願いいたします。はい、なるべく早くね、送ってください。お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、今日は、前半でご紹介させていただきました、9月の23日土曜日に、開催されます午後6時半ですね、午後6時です、もう一度言います。9月23日土曜日午後6時に開演されます、琉球舞踊宇髄信濃情け、場所は読谷村文化センター大鳥ホールで開催されますので、ぜひね足を運んでください。今回は2人の会というふうに、銘打ちまして、玉城流小説道子の会、会主前川道子先生、それから玉城流小説会中川鈴子先生、お二方のね、今回はねイベントだということでございまして、2人の会琉球舞踊宇髄信濃情けが開催されますので、ぜひねラジオ聴きの皆さん方、たくさんご応募くださいね。たくさん応募来ても、3組しか当たりませんけど、でもそのたくさんの中の3組にあなたが入るかもしれませんからね、ぜひともお待ちしております。それではコマーシャルお届けします。
い、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日はですね、ルチュンタンジャということでございまして、イベントのご紹介などさせていただいてるわけなんですけども、さあ、まあ先ほどのね、玉城流のね、二人の会ということでございまして、琉球舞踊、うどい品崎ということでございまして、ぜひね、応募の方お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。さあ、じゃあ後半に入りまして、イベントの村内でのいろんな、情報もお伝えしていきたいと思いますが、まずですね、今現在読谷村議会定例会が開催されております。本日19日常任会が行われておりましてね、付託案件の審査を、まあ、今日朝明後日と入るわけなんですけども、これからまだまだね9月議会はちょっと長いのでですね、続きますけれども、来週月曜日からは一般質問が始まります。はい、来週月曜日から月火水木とね、最終日の木曜日28日までですけども、一般質問が、行われます。どちらも午前10時の開会となりますので、ぜひ本会議の方ねスタートしましたら、ラジオ機の皆さん方ね、一般質問の内容などもですね、もうすでに、読谷村のホームページね、そちらの方に議会事務局のページがありますので、そちらの方をクリックしていただけると、一般質問の用紙などもですね、見ることができます。ぜひね、ちょっと興味のある方ね、会場の方にも足を運んでいただきたいと思いますね。まあ、今日の新聞でしたかね、沖縄県議会の、議会傍聴者の皆さん方のアンケートの内容など入っておりましたけど、やっぱりこう、ワンツーで来るのはしっかり県民の皆さん方の意向を議会に反映されているかどうかっていうものと、それから、県行政のものをしっかりねチェックしてほしいっていうのが、議員の皆さん方、あるいは議会の皆さん方への要望ということで、これはまあどちらも一緒じゃないかなと思ったりもいたしますけどもね。まあ、村議会においてもやっぱりこう村民の声をしっかり反映していただきたいということと、村行政のねやっぱり、チェック機能として、議会としてねやっていただきたいっていうのが皆さんの思いじゃないかなと、思ったりもいたします。まあ、県議会もね村議会も同じで、私たちの意見を反映する、代表の皆さん方議員としてね、出ておりますので、しっかりとその役割を果たしていただきたい。その模様をですねまた私たち、村民が、見ていただける機会としてこの議会がありますので、ぜひね、議会場の方に足を運んだり、もしくは、足を運べない方はですね、フェンタンのホームページ、また読谷村のホームページでもですね、内間配信でライブで見ることができますので、ぜひ第465回読谷村議会定例会、ね、9月議会を、ご覧になっていただきたいというふうに思います。はい、読谷村議会、来週月曜日からは本会議がスタートするということでのお伝えさせていただきました。はい、それから、いろいろとですね、今回9月はですねあまり時間がなくて、その広報読谷の9月号、紹介できてなかったんですけど、ちょっと、これからの分の情報だけお伝えしていきたいと思います。広報読谷ね、広報読谷のホームページ、あ、ホームページじゃない、表紙、はい、9月号は読谷村魚がジンベエザメに決定しましたということでね、載っておりましたね。すごいですよね、ジンベエザメが読谷村魚っていうね、もう世界にもないんだろうな多分こういうのってね。はい、ぜひともね読谷村にはジンベエザメ飼ってますからね。はい、ぜひともね読谷村魚がジンベエザメであるっていうことをみんなで PR していただきたいと思いますね。私知り合いとかによく言うんですけど、チラミ水族館のジンベエザメは本籍が読谷ですよっていう、ね、言い方をしますけどもね、チラミ水族館の約6割、ね、近く前後、はい、ぐらいは、読谷村から、魚が行ってるということもね、聞いたりしますので、まあ、そういう意味ではね、ジンベエザメを村魚にしたっていうのも当てなのかなと思ったりもいたしますね。ぜひとも、はい、ジンベエザメをもっと親しんでもらいたいなというふうに思います。今週末の9月の24日まで、村魚制定記念ということでジンベエザメグラスボートが特別価格で、ね、通常2500円なんですけど、村民の皆さん方には500円でということでねありますので、詳しいお問い合わせは読谷村漁業協同組合直売店で、957-0225まで、ぜひともね声かけて500円で乗れますよグラスボート。はい、
この機会に読谷村民の皆さん方、ぜひジンベエザメと親しんでいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。さあ、そして10月の9日の月曜日ですけども、この日、読谷村においてはですね、健康祭りを開催する予定があります。はい、10月9日も皆さんご存知の通り月曜日なんですけど、体育の日なんですね。この日は読谷村文化センターや、それから健康増進センター、読谷村運動広場や多目的広場などで、この読谷健康祭り開催されます。10月の9日午前9時から夕方の4時までなんですが、乳がん予防講演会であったり、それから骨密度、脈波、血圧、血液測定、はい、ヘルシーフードコート、健康増進センター無料開放、新体力測定、それから古希の皆さんによる古希シニアソフトボール大会、その他イベント盛りだくさんということでね、10月の9日の月曜日です。ぜひね、私はね、この、健康増進センターとかね、無料開放ありますよね、それから新体力測定、これちょっと興味がありますね。先ほどありました 骨密度、はい、こんなのとかもね、なかなかね、普段やろうっていうふうに、そのためだけに病院に行くということはないはずですからね、ぜひこういう機会に村民の皆さん方ね、足を運んでいただきたい。健康のヒントを見つける村の祭典ということで、健康祭り開催のお知らせでございます。詳しくは広報委員会9月号のですね、裏表紙に掲載されておりますので、そちらの方もお読みになってください。もしくは、お問い合わせとして健康推進課の方、098-982-9211 098-982-9211 までお願いいたします。ね、健康祭りね、もう先ほどもちらっとお話しましたけどもね、もうちょっと早めにね、そういうイベントをしっかりとね、キャッチして、親しんで、健康を親しむようなイベントに参加していただきたいなというふうに思いますね。はい、時点は前後しますけど、10月の8日の日に、日曜日ですね、このクルッチの森100年プロジェクト in 読谷2017というのが開催されます。クルッチの森育樹祭ね、毎年開催されております。今年は10月の8日の午前11時に、行われます。ぜひね、ラジオ機の皆さん方で参加したいなっていう方ね、100年後の沖縄をクルッチの森でいっぱいにしたいというね、宮沢和美さんの思いが、読谷村の皆さん方、先日もね、読谷村商工会青年部の皆さん方ほか、たくさんの方々が、このクルッチの森のね、下枝をね、草を刈ったりとか、そういうね、作業をなされておりました。素晴らしいですよね。ぜひ皆さんもその100年プロジェクトに参加してみてはいかがでしょうか。その、午前11時の育樹祭を終えた後、クルチの森、音楽祭というのが、三田村文化センター、ふれあい広場、雨天の場合は中ホールの方で行われるということでございまして、夕方午後4時から音楽祭が開催されますね。クルチの森100年プロジェクト in 読谷実行委員会の主催で行われますので、ぜひその音楽祭もね、夕方、はい、夕三時、楽しんでいただきたいなと思いますね。はい、さあ続いては、こちらはですね、11月にちょっと入るんですけど、こういう9月号に掲載されております、大江戸人形喜劇やじさん北さんとんちんかん珍道中って、これやじ北道中って昔ありましたけど、これとも似てるんだろうな多分な。ね、やじさん北さんとんちんかん珍道中っていうのがね、大江戸人形喜劇として、これは人形劇団ひとみ座さんがですね行われる予定なんですけれども、これ、読谷村の方ではですね、11月の25日の土曜日午後2時から読谷村文化センター大鳥ホールで開催されます。前売り券発売されております。文化センターの方でね、購入できると思いますので、読谷公演に関して25日の土曜日の午後2時開演です。販売は前売り券一般が1800円、子供が1000円ということで、当日は、それぞれ200円増しとなりますのでね、よろしくお願いいたします。ぜひね、これね、25日読谷村で行われます。それ以外の日程でね、22日は沖縄タイムスホール、23日は同じく沖縄タイムスホール、24日名護市民会館、
それから26日の日はうるま市民劇場、ということでね、それぞれ開催されますが、今回はその中で25日の土曜日午後2時は読谷村文化センター大鳥ホールで開催されますので、ぜひこちらの方にも、足を運んでみてください。よろしくお願いいたします。さあ、そして、イベント情報、あ、もう一つ、ごめんなさい、これ先日番組にも出演いただきましたね、読谷村診療所から9月より診療体制が変わっております。9月から毎週金曜日の午後は、各家庭それから施設へ訪問しての診療や、治療処置検査の時間となります。この時間帯は外来の受付は行っておりませんので、お間違いのないようにお願いいたします、ということでね、金曜日の、午後は、外来受付を行ってないということでございますのでね、よろしくお願いいたします。はい、ということの情報もね、発信させていただきました。さあ、それ以外にまたご紹介しておきましょう。同じく10月の8日、同じくというか10月の8日日曜日なんですけどもね、私たちの方でも、協力させていただいております、スポーツプロジェクト沖縄というイベントがありましてね、障害があってもなくてもスポーツ&音楽を楽しもうということで、これ読谷村で開催されることとなりました。10月の8日の日曜日なんですが、ビーチサッカーね、ザンパビーチの方で9時から、夕方の4時までね、ライブなどもありましてですね、ララカプア、それから TK っていうね、すごいなんか方らしいんですよ。この、ボイスパーカッション、ボイパーのですね、すごい方らしいですよ。この方がお呼び谷に来るのかっていうふうになんかをこう、みんななんかワイワイしてるらしいですからね。はい、ぜひともね、よろしくお願いいたします。参加してください。それから音楽フェスタプラスバーベキューっていうのもありますね。残部岬憩いの広場、ティーダサンサンで、同じ時間帯、15時から6時30分までの間、夕方の時間帯、一般前売りで3500円、ドリンク2杯またはバーベキュー1プレートを、選べるということでございましてね、こういうなんか食べながら飲みながら、このイベントに参加するということでございましてね、当日はこのビーチサッカーとか音楽フェスタなどを、そして食べたり飲んだりしながら、楽しんでいただきたいということで、琉球エルスリーナノムシリカカップビーチサッカーということでね、ノムシリカっていうね、なんかドリンクが、ね、ミネラルウォーターがあるらしいんです。これ、宮崎県の霧島の、ドリンクらしいんですけど、すごい体にいいらしいですね。ノムシリカカップっていうね、ございます。ビーチサッカー参加してください。それから音楽フェスタね。この音楽フェスタの方にはですね、私たちのパーソナリティでもありますシンゴブレイクタイムさんがね、参加する予定となっておりますのでね、ぜひ応援にね駆けつけていただきながら、楽しんでいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。スポーツプロジェクト沖縄 in 読谷、ということでございまして、障害があってもなくてもスポーツ&音楽を楽しもうということでね、たくさんの方々に足を運んでいただきたいということで、告知させていただきました。10月の8日の日曜日、場所はザンパビーチで開催されます。午前9時から夕方の4時までということになりますね。そして昼食ライブ、ね、音楽フェスタもありますのでね、夕方6時半までお楽しみいただければというふうに思います。さあ、というわけでございましてね、いろんなイベントもね、この時期はもう最高かもしれませんね。夕方、ね、暑くもなく、ね、涼しい感じで、お酒飲みながら音楽フェスを楽しんだり、あるいは、スポーツを楽しんだりということでね、いい機会かなと思ったりもいたしますね。健康のためにね、運動もしながら、また楽しみながら心身ともに、健康になっていただきたいということでございますね。さあ、ということで、ご紹介させて、数々の、イベントをご紹介させていただきました。コマーシャルです。Thank you.
はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日は、ゲストなしなんですけどもね、リュウチユンタンジャお届けさせていただきました。はい、もうエンディングとなりましたけれども、最後に、皆さんにご紹介しておきたいと思います。こちらフェメタン主催のね、イベントなんですけども、先にご紹介しておきましょう。もう、決まりましたので、10月の21日の土曜日なんですけども、読谷村地域振興センター1階におきましてですね、開催予定でございます。FM タウン村民講座ということで、今聞いておきたい相続の話ということでね、相続で家族を揉めさせたくない、それから相続対策ってどれが正しいのとか、何から相談したらいいのとか、誰に相談したらいいのとか、相続で財産を減らさないためにはっていうね、そういう数々の疑問が日常お持ちであると思いますが、なかなかこれをね、人に話すことができなかったり、誰に本当に相談していいのかわからないっていうね、ためのアプローチとして、私ども FN タンの方ではですね、株式会社シナジープラスさんご協力をいただきまして、株式会社タイムス住宅新聞社さんとか読谷村の講演を、まあ、これから取る予定なんですけども、主催で行っていこうと思っております。相続で揉めないために、相続で財産を減らさないために、今できること、知っていると知らないことでは大違いでございます。ぜひとも今回、毎月、ね、あのラジオでも第1金曜日あるいはその前後でですね、ご紹介をしているわけなので、相続の大事な知識や情報ね、これをですね、今回セミナーとして90分間やってみようということでございます。もちろん質疑応答もね、ご用意しております。講師は社団法人幸せ相続計画推進協会代表理事でもあります、そしてシナジープラスの代表取締役でもあります亀島純一さんをですね、お招きして、今回このフェンタンの村民講座を行いたいと思っています。まあ、もちろん亀島さんはもう県内外でもですね、セミナーなど相談実績多数でございますので、今回もですね、なんと料金はワンコインです。500円で、行おうということでございましてね、先着100名の皆さん方、予定をしておりますので、詳しくはですね、まあまだ募集は始まってないんですけれども、先に日程だけはお伝えしておきたいなと思います。10月の21日の土曜日午前10時から読谷村地域振興センターで予定をしております。今聞いておきたい相続の話ね、本当に相続のことね、土地活用であったり軍用地の問題であったりとか、遺言書、はい、旧借地をどうした方がいいのかとか、いろんな問題がね、多分ご家族必ずあると思いますけども、そういうのをあらかじめぜひね、ラジオ機の皆さん方に、FM タンの村民講座として今回やってみようかなということで考えておりますので、ぜひ10月の21日にまだ日にち先ありますけど、日程だけ、まあ、こういうのがあるよっていうことだけでもね、伝えておきたいなというふうに考えております。さあ、ということでね、今日は、ゆるりとお伝えしてきましたけども、今日エンディングの曲を用意しております。はい、バックで流れてきました犬ハブシでございますね。この犬ハブシも、冒頭お伝えしました琉球舞踊でもよく、踊られるわけなんですけども、今回ね、今日メインでご紹介しています。9月の23日今週末土曜日にですね、午後6時から読谷村文化センター大鳥ホールで琉球舞踊うずいしなさきというのが開催されます。これは二人の会と題しまして、玉城流小説美智子の会、会主は前川美智子先生、それから玉城流小説会、会主中川鈴子先生、この歌方の、イベントとして二人の会琉球舞踊うずいしなさきというのがね、開催されます。リスナープレゼント前とも用意しております。今回は、ペアで3組の方です。ぜひラジオ機の皆さん方、FM タンまでご連絡、電話なりメールなりでお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、それではちょっとね、イメージをしていただければと思いますけども、この犬羽節ね、本当に、琉球王国の中で、伝え、それから伝えなければなら、これからも継承していかなければならない、本当に花形の踊りの一つでございます。ぜひ、お聞きいただきながら、イメージをしていただきたいと思います。琉球舞踊うずいしなさきのお知らせとともに、今日はこれでお別れしたいと思います。また明日この時間にお目にかかりましょう。それではさよなら。お届けします曲は島袋正雄さんで犬羽節。
リNo.